Hello, everyone, welcome to our show Creative World. I'm your host, Shin Matsuba. We'll be introducing some amazing, talented people, chatting with them in a one on one interview, hearing their stories, picking their brains, looking through the kaleidoscope of Creative World. Today's Creative World the world of Ghibli and Libera. Today's Guest made his debut with an original piano solo album while in high school. After graduating from Kunitachi College of Music, he's worked on more than 50 movies, TV, stage musicals, including the blockbuster movie When Marnie Was There by Studio Ghibli. Ladies and gentlemen, please welcome Takatsugu Muramatsu. muramatsu san honjitsu wa yoroshiku Yoroshiku Koukou debut imasu ga, sono toki no kazoku 学校生活と音楽活動の両立で苦労した点を教えてください。あの高校時代僕は音楽の道に行きたいなと思って音楽大学の受験を目指して頑張っていたんですけれどもあの両親が自分が音楽に行くことを、まあ、最初は反対で,で普通の大学も入試で受けていたので、まあ、その辺のこう普通の大学の 受験勉強と音楽大学への受験勉強っていうのが結構両立が難しかったのは覚えています。なるほど。NHK のテレビドラマシリーズ「天下」ではですね、とても若い年齢で音楽を担当されていますが、この仕事に関して年齢からくるプレッシャーはあったんでしょうか。初めてのいわゆるドラマが NHK の朝ドラマだったので、あのー、それまで映画は2本ほど担当してたんですが。 あのドラマのの音楽っっていうのは、ね、担当したたことがなかったんですよねでそこでもういきなりの,あの連続テレビ小説の NHK の連続テレビ小説の朝ドラだったんでかなりの自分で大丈夫かというちょっとねプレッシャーもあったんですけれどもなんとか乗り越えましたあの大ヒットジブリ映画「思い出のーニに」の音楽も担当されていますよね。 あの独特で繊細なジブリ作品の音楽を担当するにあたってこだわった点一番重要視した点を教えてくださいあの「思い出のマーニーは」は米林監督が本当に繊細なもう絵コンテの段階からあの繊細な絵を描かれていて「あの思い出のマーニーの」のあの米林さんの絵の世界観にどう音で入り込んでいこうかっていうところがいつも 試行錯誤したりとか悩んでいたことが今でも思い出されます。なるほど本当にたたくさんの試行錯誤があったわけですね、まあ、ジブリといえば本当にアメリカだけではなく世界中にたくさんのファンがいらっしゃいますがこのジブリ作品の曲を手掛けるにあたってですねそのいきさつと作品の監督とのやり取り作品を仕上げる際のエピソードや苦労また印象や思い出とありましたら教えてください。た、あのー、たまたまスタジオジオブリン 当時スタジオジブリの、えー、西村プロデューサーから、あのー、ちょっとお話があるというあのご連絡をいただきましてで西村プロデューサーがこれまでの僕の担当したドラマや画映画の、ね、音楽をのサントラを聞いてくださっていてでそれでたまたまお話を頂い,いて、あのー、思い出のマニーを担当することになりました。 でこの「マーニー」という作品は本当にまあ先ほどもお話ししましたけれども米林監督が描く繊細な絵の世界とそれからあのファンタジーの世界でもあるのでその少女が成長していく過程でまあファンタジー世界にも入っていくんですけれどもその辺の幻想的な部分だったり一人の,あの少女が徐々に成長して大人になっていく姿をとにかく。 自然にあの描かなきゃいけないっていう部分で音作り含めいろいろこうそうですね下手にいろいろ凝ったことをせずでもあのピュアな主人公のにうまく寄り添えるようにそういったところを気をつけて、まあ、オーケストレーションしていった気がします。なるほど自然だけれど特別なものを作らなきゃいけなかったわけですね。 そしてアメリカの世界的歌手ジョシュ・グローバンさんとアジア人初の作曲家ピアニストとしてコラボレーションされていますがこのコラボレーションのきっかけとジョシュさんの現場での印象について教えていただけますかはいあのー、ずっと僕はあのジョシュ・グローバンというアーティストの大ファンで,で何回かアメリカにもコンサートに行かせていただいてでいつかジョシュ・グローバンとコラボしてみたいなという、あのー、自分の音楽家としての夢が で,でそんな中 NHK のドラマで「負けて勝つ」というドラマがありましてでそこで主題歌を書かせていただくことになってあこれはきっと女子と女子の声が乗ったら素晴らしい主題歌が出来上がるなと思ってダメ元であでワーナーブラザーズの方にオファーをしましてで何回かこうデモのやり取りをしていく中で女子グローバーさんがあの歌ってみたいと。 解約していただいて、で、あのロサンゼルスでレコーディングしました。で、その時にあの女子がこう、なんてうの、気さくな感じでこう自分で車で運転して登場し、で、そして僕の歌を歌ってくださって、あのすごく君のあの曲はあのソウルを感じるので、また歌いたいからいつでも連絡してねっていう。 あの言葉を頂い,いてそれがまた励みになって今の音楽生活頑張れています素晴らしいですねイギリスの少年合唱団リベラにも楽曲を提供されていますが、はい、リベラとの出会いと楽曲提供のいきさつについて教えてください、えー、これも、えー、NHK のドラマだったんですけれども「氷壁というドラマで、あのー、主題歌を、あのー「コーラスを入れたいよね」というプロ,プロデューサーから、あのーまあ、提案を頂い,いて。 で、その時に、たまたま僕が、えー、っと、いろいろなあのコーラスといえば、ボーイソプダノで素晴らしいグループがいるなっていうのを思い出しまして、ボーイソプダノとかいかがでしょうかって、NHK の方にあの、リベラの CD を持ってあの提案したんですね。そしたら、すごい、うまさしくこの空撮の,あの山の空撮にすごく映像に合うねっていうことで、 あの開拓いただいてそこから、あのー、当時の EMI のプロデューサーの児玉さんにあの自分がご連絡をして、あのー、是非「リベラ」とコラボしてみたいんですがどうでしょうかっていうのを、あのー、まあオファーに行ってでそこから児、あのー、玉さんがいろいろ現地とやり取りしていただいてで「カナタのとも光」という曲が実現して世の中に届けることが できましてでそこから何曲かリベラと一緒にコラボという形で、まあ、誰も守ってくれないという映画の主題歌だったり、えー、マドンナ・ベレデというドラマの主題歌だったりそれから天使のくれた奇跡というユニバーサル・スタジオ・ジャパンのユニバーサル・ワンダー・クリスマスのテーマ曲だったり一緒にあのコラボさせていただいています。これまでのの国内が あの作品曲に携わってこられた村松さんなんですけども日本でのお仕事と海外アーティストとのお仕事異なる点やこだわっている点はありますかあの大きく変えてるというところはないんですけれどもあのアーティスト、まあ、楽曲提供するアーティストの、まあ、住んでる国の国民性だったりとか文化だったりそういうところは、えー、と勉強して。 したりとかして、あの楽曲提供するようには心がけています。今ですね、現在、このような大変な状況の中で、世界中で皆さん頑張っていると思うんですけれども、村松さんご自身は現在、どのような活動をされているんでしょうか。あの、僕もあの自分のコンサートというか、公演はね、ほとんども今年はなくなってしまったんですけれども、あのラジオ番組をやっていまして、そこでこう、音楽の力で、今の状況をみんなに勇気を与えることができたらなとか。 それからオフィシャルチャンネルを YouTube でやっているんですけれども、あのそこでこう自分の演奏動画だったり、自分の音楽の動画を、まあ、過去のライブ動画も含めて配信をして、皆さんに僕の音楽でなんかこう希望を届けられたらなと思って、活動をしていますそしてこれから3年後、5年後を見据えて、これからこういう分野にも力を入れていきたいという活動がありましたら、ぜひ教えてください。あのそううですね何かこう 社会貢献だったりあの未来を担う子どもたちのために何かこう音楽的な活動をしていきたいなと思うんですよね。で例えばあの経済格差によってあの例えば楽器を演奏する機会がなかったりとかあの経済格差によって起きるその なんだろうな未来につながる素晴らしい才能を潰してはいけないということで何か子どもたちのそういった才能を発掘するじゃないんですけれども子どもたちと音楽で触れ合ってその子どもたちの未来が明るくなるようなそんなことを自分がこれから何かこうお手伝いできたらなと思っています。世界で成功活躍すするために必要なこととは何だと思われますかあの 常にこう目まぐるしく変わる世界情勢みたいなものはあの常にこう情報を早く敏感に察知して勉強していないといけないなとも思いますしそれからあのなるべく自分海外旅行が趣味なんですけれどもいろんな場所に行っていろんな国民性や文化を知ってでいろんな才能 現地でコンサートに行ってみたりとかそういったこう常にリサーチ力をしなければいけないなっていうこととあとはやっぱり行動力そこでまた自分がまあ言語の壁を越えていろいろ音楽を提案したりとか自分を知ってもらうように活動したりとかそういった行動力が必要ではないかなと思います最後にですね 番組定番質問というのがありましてこの番組のタイトルが「クリエイティブ・ワールド」というんですがずばり村松さんにとってクリエイティブとは何でしょうか僕にとってクリエイティブは浄化です、ね、あの常にあの曲を作る時に何かこの曲で今困っている人を助けたいとかあの 何かこう今壁にぶつかってる人をこの曲によって救うことができたらっていう,こう願いや思いを込めてあの曲作りをしていくんですね。でそうするとあの、まあ、出来上がった曲もなんか自分の持っているもの以上のものが出来上がったりすることもたまにありますしそれからその曲を作って 作っている作業それから作ることによって自分自身もすごく心が浄化されるというかあの前向きになれるというか何か自分も作っている時にこうあのいわゆるネガティブ進ンをしなくなるというかねあのそういうところがあるのでなんか自分にとっては常にクリエイティブっていうのは浄化のために、まあ、人々への浄化そして自分の浄化のために やっているってていいるう気がしますなるほどその浄化という考え方からあのピュアなメロディーは生まれてくるわけですね今日は本当にお忙しい中東京から参加いただいてありがとうございました本日のゲストは村松高次さんでした村松さんありがとうございましたありがとうございました Next we have a music video a beautiful song of Libera written by Takatsugu stay tuned! I Aichi's home for the extraordinary fire festivals in Japan. The pillar of fire from a handheld tube reaches high in the air. The daring act is considered an offering to the god. Two giant torches are lit in the grounds of the shrine. Then the men jump into the flames competing to bring out the sacred trees and offer them before the altar. See you in Aichi.